曲は2002年に大黒摩季さんとの、プロデュースによってソーラン節をアレンジした楽曲としてリリースされたソーランビートでございます。よさこいソーラン祭り公式応援ソングとしても知られている曲でございますが、今日はその曲、かずみさんの歌で、そして、アルプス乙女の皆さんが踊りを頑張ってくれるということで、この日のためにみんなで特訓してくれた踊りも披露していただきます。そしてステージの下には、どこでもゆきちゃん、そしてマギローもダンスで参戦いたしますので、こちらも皆さん見ていてくださいね。ではフィナーレソーランビートよろしくお願いします。それでは皆さん、はぁ、どっこいしょどっこいしょとかけてください。ソーランビートです。Thank you.
谷、そして、弘前のご当地アイドルアルプス乙女のダンスでご披露いただきましたソーランビートでございました。はい、楽しい時間、本当あっという間でございます。でも、なんと私たちこのグループで今度、はい、来年になりますが2月は弘前に行っちゃうんですよね、かみさんもね。私も弘前行きます。はい、弘前では函館発祥のバルガイをやっておりまして、来年2月3日に行われます弘前バルガイに私たちまた津軽海峡交流圏 PR ステージで登場予定でございます。アルプス乙女は今日はね、このアウェー感ある函館でのステージでしたけれども、今度はホームの弘前でのステージ、そしてかずみさんは、はい、でも結構弘前にもお友達いっぱいいですね。よさこいソーラン祭りでも弘前のチームを歌わせていただいたりしてるんですよね。はい、はい、今年はね、函館発祥のバルガイとさっき言いましたけれども、函館のバルガイがグッドデザイン賞を受賞されたということで、これは大変なことでございました。おめでとうございます。はい、函館のバルガイもすごいんですが、弘前のバルガイもすごい楽しいイベントですので、皆さん弘前バルガイにお楽しみに、そして私たちに会いに、はい、2月3日はぜひ弘前にお出かけいただきたいと思います。今日は寒い中、津軽海峡交流圏 PR ステージにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん最後になりましたけれども、函館クリスマスファンタジー、みんなでメリークリスマスで締めたいなと思います。はい、はい、では皆さんメリークリスマス。ありがとうございました。